ゼロ。はい、スタートです。さあ、ここから、あ、スタートしました。ここから2分間の間に、20メートル地点を突破することが目標ですが、随分スイスイ運んでいるようです。見守りたいと思います。ステラ、いってらっしゃい。それでは続いて第2走です。千葉工業大学フューロアウトドア部2の皆さんです。ロボット名はパフィン。本日は2分半ごとにロボットが出走いたします。こちらチーム名がアウトドア部2となっているのはどうしてなんでしょうか。バテリーの第1期の時に参加していまして、まあ、その後1回参加しなくなったり、まあ、再び参加しようで2期で2期の、なんかつくばチャレンジとともにフューロも2期ということですね。このロボットの特徴があればも教えてください。このレーザーセンサーなんですね。レーザーセンサー1つだけで周りを認識してなんとか走るかというのを。本日の目標はどのあたりでしょうか。なんとかゴールまでたどり着きたい、戻ってきたい。ゴールまで目標とのことです。ぜひ皆さん見守っていてください。本日は私の入り口地点でもこのニコニコ生放送のコメントが見られるようになっております。ぜひですね、ニコニコ生放送の皆さんもロボットチームの皆さんに質問したいことがあればぜひ教えていただきたいと思います。ニコニコ生放送のコメントでも見てますせーという質問がどんどん寄せられておりますので、これから出走されるロボットの皆さんはネットの方に観覧車がいますので心して行ってらっしゃいませ。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0、スタートしてください。はい、スタートです。フューロ行ってらっしゃい。今年は2分間の間に20メートル地点を突破するという例年の目標もさることながら、この1分間、2分半のインターバルのうち1分を経過する前にスタートラインを越えないとこちらも失格となってしまいます。さて、出走3番は、あ、今スタート地点に到着したようです。結構遅い準備ですけど大丈夫ですか。ギリギリですよ。はい、今到着いたしました。出走3番は神奈川工科大学吉留研究室海斗三世です。すごくスターウォーズで見たようなロボットの外観をしております。こちらは三輪車でしょうかという質問が生放送にありましたが、四輪ですか。ロボットは四輪だそうです。衝撃に耐性がありそうというコメントもありますが、この外装はどのような意図で制作されたんでしょうか。ちょっと質問に答えられる余裕がなさそうですね。見守りたいと思います。今あんまりプログラミングではないところです。回線ガチガチ、あ、パソコンが外れない。30秒前です。このギリギリまで付属しているパソコンのケーブルが外れるのか否か、ここが勝負です。15秒前です。そんな10 9、大丈夫か、8 7 6 5 4 3
なんでそんなに外れないんでしょうか。ゼロ。さてスタートの合図はスタートの時間にはなりましたが、ちょっとうまく回線が外さなきゃいけない、ケーブルが外れてくれないようです。これはもう、あ、外れました。よかったよかった。さあ千葉工業大学フューロアウトドア部2のロボット、あ、失礼いたしました、神奈川工科大学吉留研究室の海斗3世、これからスタートです。あ、スタートしました。よかった、準備ができてからはすぐでしたね。今スタートは板をかざしただけで反応したようですね。すごくスマートなようです。いってらっしゃい。それでは出走4番です。出走4番は防衛大学校情報工学科ロボット工学研究室チームスキッパー、ロボット名は AR スキッパー2です。こちらは私には何のことかさっぱりわからないんですが、いろいろとロボットの説明をいただいておりますのでご紹介させていただきます。アッカーマン方式電輪操作車両をベースにしたスマートダンプを用いて自立制御システムを構築、2010年から2014年に5年連続で課題を達成したチームです。またアーティキュレート式車両をベースにした人間搭乗可能な AR チェアで2014年には自立走行を達成されたチームなんです。今回は特に人を乗せるようなタイプではなさそうですね。防衛大学校は例年すごく成績のいいチームです。ぜひ皆さん見守って10、2キロを走破していただきたいと思います。7、6、5、4、3、2、1、0。スタートタイムとなりました。お、今勢いよくスタートです。 AR スキッパー2、いってらっしゃい。続きまして出走5番です。千葉浦工業大学ロボティクス研究室、ANDQ1000&17 のロボットというロボットです。千葉浦工業大学は毎年参加していらっしゃるチームです。少しずつロボットの開発を続けている状況とのことですが、昨年からの変更点などは何かありますか。これはいけなそう。 2D センサーを 3D センサーに変えられたとのことです。センサーの変更はかなり大きそうですよね。大きなチェンジな気がします。なるほど、ヤマトの宅配用ボックスに見えるというコメントがありました。確かに。しかししっかりスタートできるようですので、ロボットはフライングしちゃうとちょっと処理が大変そうですね。リスタートにも少し時間がいりそうなので、皆さんご注意くださいね。30秒前です。はい、30秒前です。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1
1、0。はい、スタートタイムです。さて、先ほどフライングしてしまった後のちょっとリセットですかね、か少し時間がかかるようです。ただいま走行準備をしておりますのは芝浦工業大学ロボティクス研究室、ロボット名は ANDQ1000&17 です。毎年参加しているチームです。ぜひ皆さん、この長い距離ぜひ見守ってください。大丈夫かな、間に合わないと信じたいな。はい、1分経過しました。退場してください。どうやらフライングが大きく響いてしまったようです。ぜひ後で記録にはなりませんが、知らせてくださいねって言ったら怒られちゃうのかな。それでは出走6番です。三重大学プロジェクト、あ、こちら危険で次ですね。あ、かしこまりました。出走番号7番、防衛大ロボット工学研究室、横須賀プロジェクト WithN です。すごく特徴的なフォルムをしていらっしゃいますが、これは何かイメージして作ってるんですか？もともとベビーカーを改造して作ったものを持ってます。で、折りたためることを計画していまして、今実際にロボットを全部、使わないときは折りたたんで運ぶことっていうのを作成して作っています。で、フォルム自体はいろいろ外装とかを今つけて、まあ、アーマードされている状態なんですが、本来はアーマードを設置して、外して移動するってことも可能です。なるほど、コンパクトになることを想定して制作されているとのことですね。第1回大会の第1走者を務めて以降11年連続でエントリーされているチームです。今年は完走実績のある独自のソフトウェアではなくロスを使った実装に挑戦するとのことです。これはどうしてこの変更されたんでしょうか？今まで使っていたソフトウェアよりもロスっていう、今までだんだんつくばチャレンジにおいて完走率が上がってロスを使うことでより多くのチームに、まあ、ロスの存在してもらうとともに、まあ、ロスによる、まあ、有効性っていうのを探したいなと思って今回参加しています。なるほど、完走はできそうですか？人物探索とは実装していないので今回は、まあ、完走2キロ自立走行するっていうことを。なるほど、ありがとうございます。今年は完走2キロとは言っても信号があったりショッピングモールを自動ドアを通り抜けて必要があったりとかなり難しいコースとなっております。ぜひ皆さん、見守ってあげてください。しかし一チームあれですね、危険があると長いですね。5分ありますね。何か特徴だとかアピールポイントあったら教えてもらえませんか？あ、失敗なんでもいいです。失敗ですか？ちょっと興味があるんですよね。そのベビーカーを改造しているので、その他のチームと比べてどこにセンサーを置いたりとかいうのはちょっと制限があるので、それの調整を見せたかと思います。大変だったところですね。特に大きな事故もなく、こっちに来る前日に使用予定だった鉛蓄電池を私の手違いでショートさせちゃう。危うく大惨事になりかけた。電池がショートしちゃうと大惨事ってどんな大惨事になるの？煙が出ちゃって小屋騒ぎになっちゃったんですね。もうちょっと交通事故とかそういう感じかなと思っていたら結構でしたね。30秒前です。はい、30秒前です。結構こちらのデザイン人気があるみたいですね。ニコ生でもこのデザイン好きという声が上がっております。10、9、8、7、6、5、4、3、2、
1、0スタートです。防衛大ロボット工学研究室横須賀プロジェクト WithN、 ロボット名はタイプ下7レッドアーマードバギーです。いってらっしゃい。続きまして出走8番です。こちらは合同チームです。関西学院大、東海大、東洋大、三義大合同チーム2、ロボット名はタイタニックです。あ、関西学院、失礼いたしました。関西学院大、東海大、東洋大、三義大合同チームの皆さんですね。タイタニックっていう名前はちょっとあんまり幸先良くなさそうですけれど、誰がつけちゃったんですか。ごめんなさい。何かミュージックがあるんですか。ぜひ聴かせてください。これタイタニックですよね。これ結構怒られるやつですよ多分。タイタニックみたいにナンパはしないようにぜひ頑張ってください。あのナンパはなそうあぜひちょっと今度女の子をあの2キロ以内に見つけてください。それはね観光が分かんない。はい、2分経過しました。退場してください。あれ退場してください。あ、前のチームですね。何かトラブルがあったのでしょうか。15秒前。はい、15秒前です。5、6、4、3、2、1、0。はい、スタートタイムとなりました。関西学院大、東海大、東洋大、三義大合同チーム2、ロボット名タイタニック。おっと、ここで大きく道を変えてしまいましたが、大方向、無事方向転換しました。いってらっしゃい。頑張って、2分の間に 20m 突破してください。それでは続きまして出走9番です。千葉工業大学ロボット設計制御研究室の皆さんです。ロボット名はオンアルファ。こちらは2014年の参加からメキメキと記録を伸ばしているチームです。2014年度はトライアル区間を完走、2015年度はトライアル区間完走に続きマイルストーン2を獲得、2016年度は横断歩道を除いたコースを完走、マイルストーンは3獲得しました。今年もぜひ記録を伸ばしていただきたいところですが、あ、お話できますか。大丈夫ですか。今年は、昨年は横断歩道を除いたコースの完走ということですが、今年度は伸びはありそうですか。横断歩道なしで完走します。完走はでもできそうですか。完走しますとのことです。完走しますでも4回いましたからね。結構もう信じていきますからね。ちょっとゴール地点に戻った時にいますかって聞きますからね。いなかったら、いなかったよ、嘘だったよって言っちゃいますよ。わかりました。待ってますよ。30秒前。はい、30秒前です。しっかり私の手元の資料にも感想と書きました。ぜひ皆さんこの2キロ区間10、9、8、7、気になるなっていうロボットがあったら後ろからついていくのも楽しいと思います。4、3、2、
1、0、スタートしてください。はい、スタートです。オーアルファ、いってらっしゃい。それでは出走10番です。機械制御工学研究室芝浦工業大学のチーム、ロボット名は山吹セブンです。こちらのチームですが、開発には4名、修士のお二人、学部のお二人で行っていて、代々で引き継いで1台のロボットを構築されているそうです。今年はさらにもう1台のロボットでも参加されております。もう出走したチームですかね、この後のチームです。実績としては2016年度の放送庫で 1060m 到達ということで、昨年度は、今年のコースの半分は行ったということですね。今年はいかがでしょうか。信号なしで乾燥するといいな。信号抜きで乾燥するといいなという現状とのことです。でなかなかスタートは30秒前からアナウンスがあります。毎年ですね、チームの参加はすごく多いんですけれど、当日に走らせる人が少ないチームも結構多かったりして、あ、でも調整はだいぶ済んだみたいですかね。お話しする余裕のあるチームにはどんどん伺っていきたいと思います。30秒前です。はい、30秒前です。コメントにはワンボックスカーみたいというものもありますね。黒曜の染め小物みたいなデザイン。7、6、5、4、3、2、1、0、スタートしてください。スタートタイムです。今スタートしました。山崎セブン、いってらっしゃい。続いて出走11番です。 AMSL レーシング、ロボット名は SQ2 です。こちらは明治大学の黒田研究室の皆さんです。すごく特徴的なデザインをしていますけれど、これについてどなたかお話は伺えますか。2次元なんですけど、それを体験させることによって3次元にするっていう新しいレーザーを開発しちゃったんですよ。開発しちゃったんですか。それは盛り上がりますね。はい、大です、はい、じゃあ今日はどこまで行けそうですか。本当です、はい、ちなみに信号などはいかがでしょうか。信号認識しないでやっぱり信号って難しいんですね。もうこのちょっとオタクなので、この仮面ライダーコーゼみたいなプロモはどうして生まれたんでしょうか。一応警備ロボットとして人と共存するものを作ったんですよ。で、人に安心感を与えるためとしてこういう丸みの帯びたデザインは人に安心感をさせるためということですね。なるほど。確かにこれだったらぶつかっても怪我はなさそうですしね、うん、レーザーを開発したという AMSL レーシングです。34枚です。かなりどんな動きをしていくのか気になるところですね。走る姿も特徴的かもしれません。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、このイベントってあったイメージがあるけど、よかったです。本当なんですよ。5、4、3、2、1、
3、2、1、0、スタートしてください。チーム名 AMSL レーシング、ロボット名 SQ2 です。新しいセンサーを開発されたということです。ぜひ皆さん見守っていってください。いってらっしゃい。続きまして土浦プロジェクトのロボットアイカートミドルです。本日はお一人での参加でしょうか。あ、いますか。あ、そんな後ろにどんどん来てください。この土浦プロジェクトはどんなチームなんですか。ボトム研究室のメンバーで OB たちで集まってやっています。じゃあ皆さんはもう個々に社会人でいらっしゃるんですか。普段はどんなことをそれぞれされてるんですか。機械系の開発をそれぞれやっています。そうなんですね。お仕事でも機械系の開発をして、もう今や趣味でも、趣味なんですかね、これ。多分趣味だと思います。あ、いいですね。これはでもちょっと楽しみにしたいです。本日の目標はどのあたりでしょうか。感想です。なるほど、ストイックに。信号は検知しますか。なるほど。私最近乾燥だけど信号は検知できないというチームが多かったので、ぜひこれはちょっと楽しみにしたいです。聞くところによるとニコ生の方でも、いろんな地点にカメラが置かれているとのことなので、ぜひ信号付近も、見ていただきたいと思います。そろそろ時間でしょうか。30秒前です。はい、30秒前です。こちらは複数のチームで導入実績がある移動ロボット用プラットフォーム iCard Mini をベースに改良した iCard Middle とのことです。移動ロボット用プラットフォームというものがあるんですね。8、7、6、5、4、3、2、1、スタート。はい、スタートタイムです。と同時にしっかりスタートいたしました。土浦プロジェクトのアイカートミドルです。いってらっしゃい。続いて出走13番です。こちら出走時刻は12時ぴったりとなります。チーム名はデムラクロスユニモ、神奈川工業大学のチームです。ロボット名はユニモ AI。 こちらは2008年から毎年参加されている神奈川工業大学ロボティクス学科デムラ研究室のチームです。ここ数年は路面のわずかな段差に電動車椅子の車輪が取られリタイアをされていたそうです。そのため昨年から株式会社ユニモ様にスポンサーになっていただき、ユニモ社のクローラー型電動車椅子ユニモに開発された人工知能 AI を搭載したロボットで出動します。ユニモは高さ10センチ、横溝15センチの乗り越えができ、今までの電動車椅子やシニアカーでは行けなかった砂、砂利道や雪道なども走行可能、自立移動ロボットの行動範囲を広げるプロットフォームですということです。誰か話聞ける人は結構難しそうですね。しかし電動車椅子とはいえすごくラグジュアリーな外観です。座り心地良さそう。10秒前です。15秒前。10、9、8、7、6、5、4、3、2、
はい、スタートタイムです。続いて出走14番です。関西大学ロボットマイクロシステム研究室、ロボット名はクアロです。つくばチャレンジ2014より参加されております。今年4回目の参加、前回は本番で不本意な結果となりましたので、今回は完走を目指しますとのことです。ちなみに昨年の結果ってどこで止まっちゃったんですか？その大清水公園のスタートをしてから直線でちょっと、ゴールとか止まったり。ああ、なるほど。その原因は何だったのかっていうのはちなみに。ちょっとプログラムのミスがありました。はい。今年はもう大清水公園は完全に走破できそうですか？はい。力強い、はいっていう言葉が聞けました。よかった。これはぜひ曲がり方までは私もよく見ていたいと思います。30秒前です。15秒前。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。スタート。はい、スタートタイムです。おっと、大丈夫か、大丈夫か。ちゃんと方向転換をしてくれると良いのですが、右車輪ダメっぽいなという感じに見えますね。スタートラインの前から車輪の問題なんでしょうか。次のチームスタートラインの前に来てください。はい、次のチームスタートラインまで進んでください。次のチームはスタート30秒前。退場してください。2分経過し、行けましたので退場してください。急いでお願いします。15秒前。すごく焦ってしまいますね。10、9、8、7、6、5、4。
どうでしょうか。1人も許していただけないでしょうか。今もスタートしてしまいましたね。で、東京高専ロボティクス連携チームの皆さんです。ロボット名高尾5号今スタートいたしました。本日はですね、皆さんが事前に、伝わっていると思います。出走時刻に間違いなく出発いたしますので、皆さんそのつもりで、前のチームがいたとしてもスタート地点だけはちょっと皆さんわがままに動いてください。さて出走16番は電気ソーセージの皆さんです。こちらはどんなチームなんでしょうか。これは一応趣味で有志で集まっているサークルになります。埼玉県で活動されている社会人ロボットサークルと伺いましたが、ちなみに毎年参加されている迷い子羊大学を中退してお寺を開きましたというふうに聞いているんですけれど、どうしてお寺開いちゃったんですか。ちょっと単位が足りなくて卒業できなかったものでそのまま自分たちの宗派を極めていこうかな。この際出家をしてしまおうかなと。ビールもチョリソンも許されている宗派で良かったですね。ロボット名はチョリソーということで、ロボット名にふさわしく、この食品サンプルが机の上に置かれております。今年目標はどのほどでしょうか。目標は一応探索、カメラとかついてないんで探索対象とか、あとは信号認識とかはしないんですけど、とりあえずスタートからゴールまで30秒前です。ビールをこぼさずに帰ってくるビールも、よかったよかった、でもこぼさないように倒れないように気をつけてください。誰か飲もうと思うかもしれないですからね。15秒前10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、スタート。はい、スタートです。電気ソーセージチーム、チーム名電気ソーセージ、ロボット名チョリソーです。いってらっしゃい。続いて出走17番です。芝浦工業大学マイクロメカトロニクス研究室の皆さんです。ロボット名は MML05H。 2015年よりシステムとハードを大きく変更し、筑波テレビ2015では大清水公園を抜けたところまでの自力走行に成功されたそうです。さらに2016でまたハードを一新し、2台のロボットで参加をされていると。今年は何か変化はありましたか。今年は同期に立てたとしてカメラをつけました。カメラをつけて、しかも話題のリコーの 3D 的な360度的なやつですが、やはりカメラをつけたところで大きく変化はありましたか。探索の人物がより探しやすくなったということですね。確かにレーザーよりも人間だっていうのが分かれば情報がかなり多そうです。でもこんな市販されているようなカメラでロボットにも使えるんですね。意外と結構探索とかも取れたので結構使いやすい。30秒前。ありがとうございます。15秒前。15秒前です。10、9、8、7、6、5、4、3、2、
1、スタート。はい、スタートです。千葉浦工業大学マイクロメカトロニクス研究室のロボット MNL05H が今出走しました。いってらっしゃい。続いて出走18番です。先ほどの電気ソーセージがもともと中隊前に入っていた大学、まあ、いわゆる子羊探検隊の皆さんです。ロボット名はメリー隊長で、こちらはもともと本当にどんなチームなんでしょうか。こちらも社会人有志のサークルですね。なるほど。ちなみに活動範囲が埼玉県から守谷市にアップグレードしたとのことなんですが、埼玉から守谷になったことで何か変化はあったんですか。アップグレード、まあ、迷った末ぐらいな形で、ね、あまり意味はないと思います。かしこまりました。今年で3年目の参加です。去年はたまたま1キロ走ったが大いに迷走している様子だった。今年はもう少し長く走りたいとのことですが、行けそうですか。できれば完走を目指して、はい、頑張ります。ありがとうございます。完走を目指して走るとのことです。ぜひ楽しみにしたいと思います。生放送の方でもコメントを随時見ておりますので、何か質問などありましたら、おかけいただけたら嬉しいです。ロボットの名前についてはここではあまり大きな声では言いたくない。トレードマークが30秒前です。あ、メリー隊長と言いつつアルパカがトレードマークなんですね。羊のようですか。アルパカって書いてあるよ。15秒前。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、スタート。はい、スタートです。チーム迷える子羊探検隊、ロボット名はメリー隊長です。いってらっしゃい。続いて出走19番です。群馬大学リバストチームです。ロボット名はマーキュリーレーザーモデル。こちらはきっと名前の通りレーザーで認識しているからレーザーモデルということなんですかね。この群馬大学リバストチームというのは群馬大学と、株式会社リバストさんですかね。リバストという会社さんとの、連携の開発とのことです。赤いフォルムに気合を感じますよね。このリバストさんとコラボをしているチームがいくつもあるようなので、ぜひ皆さんも期待して、個々にどんな違いがあるのかというところも注目して見ていただけたらと思います。ちなみにこちらのチームはかなり好成績で、2015、2016と2年連続で講師の完走を達成しています。今年は課題の完全達成を目指すとのことです。伺った情報なんですけれど、この車体がこんなにもピカピカしているのは今日のために車体を全て一新されたそうです。本番用のダイソー、やっぱり気合を感じますね。これはぜひ長く見ていたい。30秒前。15秒前です。10 9 8 7 6 5 4 3 2
1、スタート。スタートです。勢いよくスタートしました。群馬大学リバストチーム、ロボット名マーキュリー、レーザーモデルです。おっと、止まってしまった。急に止まってしまった。ちょっと周りのギャラリーが多いので、あ、ギャラリーが多いのでちょっと考えてロボットが考えているようです。道が、あ、しっかり進み出しました。よかった、いってらっしゃい。ちょっとずつ進んで考えてるみたいですね。それでは続きまして出走20番です。関西学院大、東海大、東洋大、三義大合同チーム1位の皆さんです。こちらは1と2でどんな違いがあるんですか？東海大を担当しているやつ。1番はどちらの大学だったんですか？2番か、はい。最初に東洋大は特徴は何ですか？そうですね、やはりリアルワールドを走ることに特化したロボットということですね。ちなみにこれケイヤーと呼ぶんでしょうか、ロボット名は。まま読んだ方が CAIR。 キャンパスのインフォメーションロボットっていうのは、キャンパス内をジュランスのロボットで開発した。面白いですね。ちなみにその実用化はどのぐらいを目指してらっしゃるんですか？今年度中には、まあキャンパス内を自動案内して、まあ、目的地まで案内するようなものができればいいなというふうに。面白いですね。オープンキャンパスとかに行ってもすごく目を引きそうです。今年はちょっともう、ちょうど15秒前オープンキャンパスなんで、来年度オープンキャンパスとか10、9、もう一度どちらの大学で、7、6、5、来年の東海大学では、オープンキャンパスで自動で目的地へ案内してくれるロボットが見れるかもしれません。じりじりとスタートを、スタートテープを切りました。関西学院大、東海大、東洋大、三義大合同チーム1の皆さん、ロボット名は CAIR、 キャンパスオートマティックインフォメーションロボットです。2分間の間に 20m 突破できるでしょうか。ぜひ見守ってください。いってらっしゃい。それでは続きまして出走21番です。早稲田大学天野研究室の皆さんです。ロボット名はアルマジロ。確かに何かに似てるなと思ってたらアルマジロに似てますね。こちら前輪操舵の四輪車を用いたロボットだそうです。今年はどこまで行くのが目標でしょうか？そうですね、去年は2メートルほどでリタイアしました。50倍ぐらいか。10倍だと、あの 20m で、あの私の見えるところまでになって、もうちょっと長く行ってほしいです。そうですね、それいけたら嬉しいです。消極的。きっと大きな期待を持たせた方が頑張るぞって思ってくれると思うんですけど、ぜひぜひ行ってください。無事完走できそうですね。ちなみにどんな特徴のあるロボットなんですか？僕らのロボットは GPS をメインにやっておりまして、自己位置と姿勢と機能の追求する GPS でやっております。なるほど、 GPS。 2分経過しました。開票お願いします。撤去お願いします。撤去お願いします。かなり30秒前切ってます。少し天候には左右される15秒前ロボットのことです。10、9、8、7、6、5、4、3、2、
1スタート。はい、スタートタイムです。早稲田大学天野研究室のロボットアルマジローです。いってらっしゃい。なんだか今日例年にも増してロボットの皆さんが右側へと走っていくような気がしているのですが、気のせいでしょうか。ニコ生のコメントでアルマジロは見た目に反して慎重だねというコメントがありました。安全第一ですからね。それでは出走29番です。大変失礼いたしました。お待たせいたしました。出走22番です。大阪大学未来ロボットユニオン2017、ロボット名はアバヨ2です。このチームはどんなチームなんですか。大学の研究室、共同研究室。このチーム代表者は自律走行ロボットに関する研究に従事していらっしゃると。屋外における自律走行ロボットの開発を行っていらっしゃる。この小松大学、大阪大学と小松って会社があるんですね。なるほど。とのコラボです。はい、30秒前です。今年はどこまで行けそうでしょうか。去年の記録を変えるのことが一番重要なんですけど、公園ここまで行けたら15秒前。なるほど、外まで行けたらいいなとのことです。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1スタート。はい、スタートです。大阪大学未来ロボットユニオン2017、ロボット名アバヨ2が今出走しました。いってらっしゃい。小松という会社さんとのコラボチームだそうです。続いて出走23番です。チーム名キルト、ロボット名はアルベルトです。こちら工学院大学のチームさんですね。こちら2014年度に初出場し、2015年度には前年度の倍の距離を走行し、2016年度には確認走行区間を走破しました。同じ大学のロボット好きが集まってできたチームであり、学年学科関係なく協力して全マインストーン達成を目標に活動していらっしゃるそうです。ちょっと読んだ途端に笑い出されてしまったんですけれど、いくつか諦めたマイクスがあります。だから、ビーカンを走行して、キロの走行を変えていかがでしょう。なるほど、楽しみにしたいと思います。ちなみにこのロボットの特徴などあれば教えてください。正直ですね。このアルベルトというのはどなたが付けた名前ですか。はい、リーダーさんは今ここにいない。あ、有名な科学者の名前から取った。それはちょっと賢そうで好きです。音が鳴っているようですか。音じゃなかったのかな。大丈夫です。大丈夫です。あ、かしこまりました。15秒前。はい、15秒前です。10 9 8 7 6 5 4 3 2
3210スタートしてください。はい、スタートです。チーム名キルト、ロボット名はアルベルトです。やはりこのスタート地点というのは人が多いのでちょっとロボットも迷ってしまうのでしょうか。次のチームはスタートラインに立ってください。スタート地点にちょっと次のロボットが参りますので、プルカの方台から前に出てください。続いて出走24番はチームさくら、ロボット名は Going My Way 2です。会社の有志のメンバーで活動されていらっしゃると。2007年からということは11年目ですか。ちょっと間は抜けてるんですけど、あの11年目の快挙で昨日ようやくあの確認走行を達成しまして大清水公園を抜けることができました。で今回はあの大清水公園をなんとか抜けて、あとはどこまで行けるか挑戦したいと思ってます。ありがとうございます。ぜひ楽しみに見ていきたいと思います。確かにこのペンギンさんはずっと見ていた気がします。ちなみに会社の有志のメンバーでの活動とのことですが、チームには何人ぐらいいらっしゃるんですか。メインは6、7名なんですけど、まあ、あの全体では、20名近くはいるんですけど。そのどちらにある会社さんなんでしょうか。大阪の方です。今日も大阪からいらして、皆さんで。なるほど。それはぜひちょっといい結果を持って帰っていただきたいですね。難しいところはやはりいつもやってる実験走行と本走行では、まあ、人の数もそうですし大きく意外と条件が違ったりしてくるので、確かに本走行この日が一番リアルワールドに近いのかもしれません。15秒前10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0、スタートしてください。はい、スタートです。大阪からの参加です。チーム名、チームさくら、ロボット名は Going My Way 2です。いってらっしゃい。続いて出走25番です。出走時刻は12時30分ちょうどです。チーム名サーキット B、ロボット名はキット C4 です。こちら九州工大の学生サークルさんということで、九州工大からは3台出てらっしゃるんでしたっけ ?3 台。別に研究室から1台出て4台。もうそれぞれ4台には何か違いがあるんですか。そうですね、それぞれいろいろ、まあ、作ってる人とかは、研究室のやつは違いとかあって、まあ、似たような感じだなって思うんですけど。キット C4 はどんなチームで制作されてるものなんでしょうか。今ちょっとオペレーターの田中さんがやってるんですけど、まあ、田中さんがまあ一から作ってっていうことで。なるほど、一から制作されているものなんですね。他のではロボットと何か違いはどこかであったりするんですか。そうですね、これ、まあ、二輪が、まあ、ついてて、でそれが、まあ、それで、まあ、走るんですけど、まあ、タイヤが結構大きいので、たくさんがあっても乗り越えられるみたいな感じです。なるほど、今日のコースもかなり段差多いですからね。ぜひこの特徴を遺憾なく発揮していただきたいです。ヒット C4 自体は昨年度は出てらっしゃるんですか。30秒前です。昨年度も出場決定ですけど、まあ完成しきれなかったので今年こそは完成したい。なるほど、ではぜひ長く見守りたいと思います。15秒前、このタイヤは期待できる。ちょっとニコ生でも評判です。10、9、8、7、6、5、4、3、2、
3、2、1、0スタートしてください。はい、スタートです。チーム名サーキット B、 ロボット名はキット C4 です。九州工大の学生サークルの皆さんです。いってらっしゃい。余裕がないんですか今年は。学生が、あ、なるほど、じゃあ尾崎先生が。ではどんどん伺いたいと思います。出走26番は宇都宮大学の尾崎研究室の皆さんです。ロボット名はサラ。まあ、宇都宮大学の尾崎研究室といえば、まあ、毎年2台参加されていて、まあ、どちらも好成績を残しているチームだと思いますが、今年は余裕がない。どこまで行けそうですか。わかりません。本当に今年はあの世代交代が非常に大きくて、で割とあのプログラムなんかも結構書き換えて、ね、なのであのまだ全部課題しきってないので、どこまで行くのか正直言うと分かりません。それはかなり挑戦的な、ね、挑戦しましたね。ちなみにもう一台のチームはどのようでしょうか。似たようなもんで両方とももう代替わりしたので、まあ、ちょっとこう頑張ろうかということで、結構無茶なことをしてます。ただ間に合いませんでした。はい、その無茶の内容を伺ってもいいですか。どんな変更があったのか。ですね、まあ、なんとなしに先輩が作ってたのをそのままこう使い回すのが多かったんですけど、まあ、勉強も兼ねて作り変えるというのと、あとはですね、あんまり言うとあれなんですが、衝突回には結構こだわってたので、割とスムーズに抜けるはずですけれども、間に合ってないのでちょっと自信がない。でも衝突回避がもし実現すれば、それこそ人が30秒前です、躍起にならずに近づかないでくださいみたいなことはしたくないですもんね。普通皆さんの3次元で前進してるんですけど、これ相変わらず15秒前ちょっとそういったところは来るんですね。そろそろ出走時刻が近づいてきたようです。10、8、7、6、5、4、3、2、1、0出走してください。出走時刻です。宇都宮大学の尾崎研究室、ロボット名はサラです。いってらっしゃい。よかった、尾崎先生がよかったと胸をなで下ろしてます。スタートできました。出走27番です。筑波大学知能ロボット研究室、チームケルベロスの皆さんです。ロボット名もケルベロス。今年は何か大きな変化などはありましたか。大きな変化ですね、今回は探索対象を、まあ、全部絶対に見つけたいということで、あらかじめ決められたルートに絶対にというか、できるだけあらかじめ決められたルートに沿って進めるように、プログラムを改良してますし、あとは外装ですね、できるだけこう綺麗な見た目にしようというところで、ちょっと今回外装の方も結構凝って作ってあります。そうですね、確かに素材が他のチームとかなり異なるように思います。そうですね、撥水性の高いものを使ってまして、なので一応雨が降っても大丈夫なようにはなってます。今回の実験走行ですと、かなりこう雨が降った日もあったんですけど、まあ、そういう日でもちゃんとロボットが走れるように、中の機械が壊れないようにというふうに設計しています。ちなみに筑波大学さんですと、きっと先週の実験走行も参加されて、29日の台風の日に。そうですね、結構大変でしたけど、まあ、本当にロボットは故障しなかったので、まあ、それはほっとしてます。雨対策は万全とのことですね。今日はあいにくの天気、あいにくって言っていいのかな。ぜひ、遺憾なく能力を発揮いただきたいと思います。そろそろ出走時刻のようです。ちなみに昨日は課題をパーフェクトに達成されているとの情報が。そうですね、我々一度ポストしているところ。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0
3、2、1、0スタートしてください。はい、スタートです。筑波大学知能ロボット研究室チームケルベロス、ロボット名もケルベロスです。いってらっしゃい。ただいま本部から情報が入りました。マインストーン3を達成したチームが2つ出たそうです。2チームマインストーン3を達成したそうです。続いて出走番号28番です。大阪工業大学情報科学部チームの皆さんです。ロボット名はシリウス。2009年から連続で参加されていますが、今回は完全自作ロボットを使用して挑戦、ゼロからのスタートとなるとのことですが、ちなみにどのような変化があったんでしょうか。実は別のロボットがあったんですけど、ちょっとそっちがあまりうまくいってなかったっていうことで、もうそっちはバラしちゃって、まだ去年も同じやつを使ってるんですけど、まあちょっとお見せできなかったのが残念というところです。はい、で今年の目標はどこまでいけたらいいなっていうのありますか。去年が曲がり角行ったところの速攻にはまっちゃったんで、そのぐらいまで行ければいいかなっていうは思ってるんですけど、行けるかなどうかなっていう。なるほど。確かに車体周りは何でしょう、ルンバですか。あのルンバのコブキっていうやつを使ってるんで、ちょ車輪がちっちゃいので走行性があまりないっていうのが結構。なるほど。確かにちょっとずれちゃったりとかもしそうですしね、段差があったら。これだけ小さいのも、今回の参加チームの中で、あ、でも次も小さいのなかなか、かなり珍しい。ルンバのタイヤはかなり珍しいので、ちょっとぜひ、よく注目していただきたいと思います。15秒前。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0スタートしてください。はい、スタートタイムです。大阪工業大学情報科学部チーム、ロボット名はシリウスです。いってらっしゃい。続いて出走29番です。小山高専湯気商船高専のチームです。ロボット名はコンパクトボット。確かに名前の通りすごくコンパクトです。昨年度は、今年もあの2台で参加されている小山高専湯気商船高専なんですが、昨年初めて2台で参加し、残念ながら2台目は都合上で本走行にできなかったということで、今年このロボットは昨年参加されている方ですか。これから参加している。じゃあ、 1.7 キロ昨年は走破したと。今年は完走できる。ぜひ期待したいと思います。 1.7 キロといえば、まあ、実は昨年よりもコースの距離としては短くなっているので、はい、ぜひそうですね、あと300メートルぐらい走れればゴールということですので、記録を伸ばしていただきたいと思います。ちなみにこのコンパクトボットというのは、これだけ小さなサイズになったのは何か目的があったんでしょうか。車に乗せて持ち運びがしやすいので、小さいロボットを目指して一人で持てるようにコンパクトで自分で持ち運びをしたいと思います。そうなんですね。ちなみに皆さんどちらからいらっしゃるんですか。30秒前です。どちらからいらしてるんですか。小山高専で栃木県から。確かに今小さいと移動は楽ですよね。あ、他のチームで伺ったのが、車にロボット乗せるから他のメンバーは別の方法で目的地に筑波を目指せっていうのがあると聞きました。6、5、4、
3、2、1、0、スタート。はい、スタートです。小山高専、湯気商船高専の皆さんのチーム、ロボット名はコンパクトバットです。いってらっしゃい。続いて出走30番です。明治大学盛岡ラボの皆さんです。ロボット名はオスカル。黄色い車体が特徴的なオスカルですが、今年は人物探索に取り組む予定とのことですが、達成はできそうでしょうか。実験走行の結果はいかがでしたか。そうですね、ちょっとハードウェア的に車輪の形が整えるかもしれないので、あんまり実験走行ではちょっとやってなかったんですけど、今回は頑張ってこの時間を潰したので、1.2kmぐらい、それぐらい走ったので。なるほど、なんかすごく疲れが見えますね。ぜひ、今日もなんか今朝までやってたぐらいの勢いなんですけど、頑張りが今日実を結べばいいなと思います。時に少しだけお話ししましたが、スタバチャレンジではなるべく、歩行者の方々を遮らないように、できる限りリアルワールドに近い形で実験走行を目指しております。ただですね、やはり衝突してしまうのは、事故ですので、そうならないように、10そうなってしまった時は急いで非常停止ボタンを押すことになっております。3、2、1、ゼロ、実装してください。できれば停止はしたくないので、あまりにも気をつけすぎることはないのですが、ちょっと難しいところですね。はい、明治大学盛岡ラボの皆さん、ロボット名オスカルが今出発しました。いってらっしゃい。こちらも先ほどどこかのチームで見たような仮面ライダー砲台的な何かが見えますね。チーム名 SQ シークセンス株式会社、ロボット名は SQ2 です。こちらは聞いたところによると、明治大学の黒田先生が作られたベンチャー企業で、筑波チャレンジ初ベンチャー会社だと伺いました。どんな会社なんでしょうか。もともと自律移動の研究をやってたんですけど、それを実世界で生かすためにセキュリティのロボットを、製造販売するような会社になっています。セキュリティのロボット、もうこちら実用化に近い状態なんですか。まだ販売はしてないんですけど、来年度を目指して、今研究を進めている段階になっています。なるほど、もう近い未来、近い将来にはロボットがセキュリティをしてくれるんですね。これはぜひ結果に期待したいところです。ニコ生のコメントに医療用にもなるというコメントがあるんですが、これはちょっと気になるコメントではありますが、どんな意図でコメントされてるんでしょうか。くるくる回ってるのって何ですか。30秒前です。レーザーセンサーを3つつけて、それを7にして回転させることで、周りを3次元的に認識することができます。なるほど、ありがとうございます。これはずっとくるくるしてるんです。15秒前。10 9 8 7 6 5 4 3
3、2、1、0スタートしてください。はい、スタートです。チーム名シークセンス株式会社、ロボット名は SQ9 です。いってらっしゃい。でもお高いんでしょってコメントがありましたね。やっぱり値段って気になるものですかね。ちょっとこれからどんどん質問していきますね。続きまして出走32番です。大阪市立大学知識情報処理工学機械力学研究室合同チーム、失礼いたしました、大阪市立大学知識情報処理工学機械力学研究室合同チームの皆さんです。ロボット名はドルシネア。昨年マイルストーン3を達成しています。今年はどこまで行けそうですか。同じマイルストーン3を目指しています。完走はもう確実にというところですかね。今年は調子が悪くて、行ければいいなというところでしかないと思います。ちなみに、もう昨年は2037メートル走ってますから、距離的に言えば絶対に今年ゴールできる距離ではないですか。昨年うまくできていて、今年ちょっと調子が悪いというのは何かどこが変化してしまったんでしょうか。同じロボットで他のコンテストでも毎週作り直しをしているので、それでメンテナンスを間に合ってます。なるほどなるほど、忙しいスケジュールがあるんですね。ちなみにこのロボットは他にどこで走らせてるんですか。他のコンテストの名前なんで、コンビニスーパーチャレンジというものに参加しています。30秒です。あるんですね。コンビニエンスストアチャレンジ、私もぜひ見てみたいと思います。15秒前。はい、15秒前です。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0スタートしてください。はい、スタートです。大阪市立大学知識情報処理工学機械力学研究室合同チーム、ロボット名ドルシネアが今スタートしました。かなりスイスイいってますね。いってらっしゃい。それでは続きまして、出走33番は危険をされているとのことなので、出走34番です。どうぞ前に進んじゃってください。はい、次です。はい、次の準備お願いします。ここで本部から情報がありました。先ほど出走されました土浦プロジェクトが早速もうゴール近くまで来ているとのことです。土浦プロジェクトがもうそろそろゴールにたどり着くのではないかとのことです。ぜひ無事にゴールしていただきたいですね。次のスタート52分30秒になります。はい、次のスタートは52分30秒です。出走番号34番、法政大学自立ロボット実験室 ARL、 ロボット名はオレンジライト2017です。名前の通りすごくオレンジな。ありがとうございます。ちなみにこちらどんな特徴のあるロボットなんですか。我が大学法政大学はオレンジ色のカラーを胸としているので、それでオレンジに、全身オレンジにしたというのが特徴です。そうです。もう一つがセンサーを取り付けたことによりまして、マップとからの測定もできます。なるほど。低い位置からの測定っていうのは、例えば何でしょう、溝だったりとか、低いところの障害物も検出することができ、安全にすることができます。確かに人の足だとかも低い位置に絶対ありますもんね。低い位置さえ見分けられれば安全に走行できるかもしれません。ちなみにちょっとこれは私じゃなくてニコ生のコメントがよく言ってるなって話なんですけど、センサーってお高いんですか。私たちのセンサーはそこまで高いわけじゃないんですけれども、これはオレンジライトなんですね。先輩たちはオレンジっていうやつをやってます、機械をやってまして、そこについているベロダインっていうセンサーは結構お高めです。
大体振り幅的に大体いくらぐらいですか？100万円ぐらいですかね。あ、でもそんな値段ですね。でも逆に言ってしまえば米軍だと1000万ぐらい使ってる。でもじゃこちらはもっとお安い。お安いです。なるほど。じゃあ次の法政大学のチームが、あ、もう見えてますね。あれですかね、きっとオレンジの。あ、違った。もうちょっと後で。かしこまりました。1時半ぐらいに楽しみにしております。そんなに動かして大丈夫ですか？伝えますよ、私。かしこまりました。から情報が入りました。先ほどゴール近くまで来ていると言った土浦プロジェクトですが、見事ゴールをしたそうです。しかも探索対象4人をしっかりと見つけたとのことです。おめでとうございます。コメントの方で雨天に強いロボは不利な天気だなというコメントがあります。どうでしょう、雨天に強い、まあ、確実にそうとは言えないかもしれませんが、確かに例えばカメラで認識しているロボットなどは曇り空の方が比較的見渡しがいいそうで、お天気がいいと青信号と木の緑が似たような色に見えてしまうということもあるそうです。はい、30秒前です。30秒前です。15秒前。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、スタート。はい、スタートです。スタートテープは切りましたが、止まってしまいました。動き出しました。法政大学自立ロボット実験室 ARL オレンジライト2017、急に立ち止まってしまってびっくりしましたが、ゆっくりと走っているようです。いってらっしゃい。続いて出走35番です。筑波大学知能ロボット研究室チームマサルの皆さんです。ロボット名もマサル。マサルさんはどなたなんですか？チームリーダーの今操作しています。今このグリーンのチェックシャツがマサルくん。愛されてますね、ロボット名にもなって。今年は、この昨年度はマイルストーン1を達成、 600m の自立走行と探索対象者1人を発見しておりますが、今年の目標はいかがでしょうか？そうですね、まあ、去年の記録は超えたいと思っています。なので観測対象を2人以上見つけて、できれば、はい、信号機を、まあ、陸で認識して横断歩道を渡れたらなと思います。ちなみに昨日までの実験走行の結果はどのようでしたか？そうですね、今までの実験会は結構雨が降っていて、実験がうまく特に認識とかが難しくなっているような環境だったので、それに対して昨日は急に晴れた天気だったので、環境が変わっちゃってて、まあ、認識ができたりできなかったです。じゃあもうかなりギリギリまで調整は続けていたような感じでしょうか？本走行とはいえやはりこれは実験なんですね。30秒前です。ぜひギリギリまで行っていた調整が実を結ぶかと思います。15秒前。はい、15秒前です。10、9、8、7、6、5、4、3、2、
ート。スタートです。筑波大学知能ロボット研究室チームマサル、ロボット名もマサルです。今スタートしました。いってらっしゃい。はい、ここで本部から情報が入りました。完走したチームが2台あります。千葉工業大学ロボット設計制御研究室のオンアルファと、機械制御工学研究室千葉工業大学のチームですね、ロボット名山吹セブンが今ゴールをしたそうです。おめでとうございます。続いて出走36番です。日本工業大学石川研究室の皆さんです。ロボット名はストレイラー。くしくもオレンジ色で失礼いたしました。ストレイラーはどんな意味なんでしょうか。迷うとか言うのに、ストレイラーに迷いとか、そんな感じで、非常にそんな感じなので大いに今日も迷いそうですか。せめて実験速度だけは迷わないでほしいですね。ちなみに、探索対象を見つけるというのは達成できそうですか。そうですね、昨年まで一周できないので、今回は探索とかせずにとりあえずですね、ちぎるっていうのは、ぜひ迷わず進んでいただきたいと思います。ちなみにこのついてるタブレットは PC ですか。画面でして、中にすごくちょっと特徴的なモニターですね。30秒前です、30秒前です。15秒前、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、スタート。はい、スタートです。日本工業大学石川研究室のロボットストレイラー、いってらっしゃい。またすごく小さなロボットがやってまいりました。出走37番、千葉大学知能機械システム研究室千葉大学知能機械システム研究室のロボット赤月くんです。例年こちらのチームは2台で参加されておりましたが、今年は登録台数を1台とし、研究室の総力を結集して課題達成を狙うとのことです。さて、その総力いかがでしたか。いかがですか。全力を尽くして頑張りましたので、はい、あとはちょっとということになります。ちなみに目標としては、昨日の実験走行までを鑑みてどこまでいけそうでしょうか。一応全課題達成を目指しておりますが、はい、頑張ってほしいです。なるほど、全課題達成を目指すとのことですね。なかなかそれを聞けるのは嬉しいところなので、ちなみにもし何かこの、すごく小さなロボットですけれど、の特徴などありましたら教えてください。そうですね、他のロボットと比べて非常にコンパクトですので、まず大きさが特徴です。はい、低コストだと思います。はい、おいくらぐらいなんですか？ズバリ。100万かくらいです。そうなんです、全体で。それはかなり、それはかなり低コストかもしれません。ちょっと一回一覧にしてほしいですよね、いくらかかってるのか。気になりませんか。気になりますよね。さっきからずっと思ってたんですけれど、ニコ生の皆さんの方が私より情報量多そうなんですよね。ミラーユニットってこの赤月くんの話してますか。30秒前です。15秒前。15秒前です。使用者に乗ってました。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、
スタート。はい、スタートです。でももしかしたら喋ってくれるロボットのようです。すごく足が速いですね。赤月くん、いってらっしゃい。それでは出走38番です。こちらは13時2分30秒で出走時刻となりますので、間に合うように前の方へ進んでいただけたらと思います。出走38番は西田ラボウィズキー、ロボット名はキネティックタケです。九州工業大学の皆さんですね。この西田ラボウィズキーの T ってどなたですか？他の大学の方と一緒にやってまして、その助言をいただいている方も。2分30秒スタートですので、スタートラインに来てください。富澤先生、やばい、筑波テレビ研究所2分30秒スタートですので更新されていて、急いでください。研究室としては初参加なんですね。これ前まで出なくて大丈夫ですか？もうちょっと準備して。今年はホビーで1回あった。今年はどこまで行けそうでしょうか？そうですね、もう研究室としては初めてでので、プレアクラスを参加するところ1分前です。楽しみにしたいと思います。この西田ラボでは研究室としては産業用ロボットの自立化や万能グリッパの開発、森林ロボットや人工知能についての研究など、ロボットに関する幅広い研究を行っていらっしゃるそうです。10先生、力強い。8、7、6、5、4、3、2、1、0。実はスタート地点は、ここから1分の間にスタート地点は切っていただきたい。今年は例年より少しスタートに対してルールが厳しくてですね、開始タイムから1分間でスタートラインをまず越えなくてはいけません。さらに2分間で20メートル走破を目標数超えないとリタイアとなってしまいます。30秒経過です。走れる人がスタートの制限時間で1分経過です。再起お願いします。というのはすごく悔しいんですね。スタートで走れる時間があると思うので、次のスタートは5分ちょうどです。はい、次のスタートは5分ちょうどです。39番、出走39番さんは危険ですか？スタートラインまで来てください。お願いします。出走39番さんは危険でしょうか？どなたか。39番ですね、1750来てませんか？はい、こちらにはいらしてないようです。危険ですね、はい、かしこまりました。 では、次の出走40番が、13時7分30秒で出走となります。どうぞ前の方まで進んで大丈夫です。出走40番は明大オートノモ
オートノマスドライビングチーム。ロボット名は NUIV です。名古屋大学の皆さんですね。こちらは明大の自動運転関連の研究をやっている学生などの集まりで、筑波チャレンジ鑑賞経験者が多数アドバイザーでついていらっしゃるそうです。なんとつくチャレ初の自動運転だと伺いました。自動運転初めて過去に3回出ていて、そうですね、未だまだこの公園の部分は使われてないんですけど、こちら公園の部分使われるようになっています。唯一なんじゃないのかな、そしたら。明大から唯一出ているつくチャレでは自動運転がここだけということですね。自動運転って、まあ、一応自立走行じゃないですか。自立走行のさらにその上に自動運転っていうものがあるんですか。私あんまりちょっとその定義が分かってなくて、自動運転って何なんですか。多分その名古屋大学が自動運転できるような実験車両をいくつか持っていて、まあ、そのノウハウを生かしてっていうことだと思うんですけど、ちなみに突起事項にそろそろ壊れそうって書いてあるっていうのが今ニコ生のコメントで教えてもらったんですけど、この車体の部分がもう 10年ものぐらいの結構、ずっと使っている車両なので、まあ、いつ壊れるかわからないっていうことで、2個前のテストで1回あのギアの部分が壊れたりして帰ってきて、うん、どこまで持つかっていう、もうメンテナンス欠かせないんですね。もしかしたら今日壊れるかもしれません。もうあのそれも見どころだっておっしゃってたので、30秒前です。ぜひゆっくり見守っていただきたいと思います。15秒前。はい、15秒前です。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、スタート。はい、スタートです。明大オートノマスドライビングチームの皆さん、ロボット名は NUIV です。いってらっしゃい。続いて出走41番です。千葉工業大学ロボット設計制御研究室。ロボット名はオーンベータです。昨年度横断歩道を除いたコースを完走し、マイルストーン3を獲得しているチームです。今年もきっと期待できるのではないでしょうか。ご準備済みましたか。あとはボタン押すだけ。ちなみに今年もの完走はできそうですか。そうですね、ただ今年2台出してて1台がもう完走しちゃったので、ちょっと去年完走してこいつらは完走しないのやばいのかなと思って完走させて、ちょっとプレッシャーがかかっちゃってるんですね。昨年から何か変更点などありましたか。人物観測はやろうかなという話だったんですけど、ちょっと直前でダメになってしまったので、まあ、今年のマイルストーンさんを達成ということになっています。なるほど。ちなみにこのカメラもソニーの、あ、これはもうカメラで見てみます。ただ撮影用なので全然、はい、記録用の。じゃあレーザーで見てらっしゃるものなんでしょうか。画像認識っていうとすごくイメージしやすいんですけれど、レーザーって果たしてどのくらいの距離がどんな風に見えているのか、なかなかイメージがしづらいところがあるんですよね。さあ30秒前です。15秒前。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、スタート。
はい、スタート時刻となりました。スタートです。千葉工業大学ロボット設計制御研究室のロボットオーンデータが今出走しました。いってらっしゃい。続いて出走42番です。つくばロボットサークルの皆さんです。ロボット名は TRC21。 こちらつくばロボットサークルは筑波大学に所属する学生団体で、ロボット制作を行う学生が集まっていらっしゃるそうです。つくばチャレンジや NHK 学校ロボコンへ向けた活動をされているそうです。ちなみにこのサークルで集まっているのは本当に有志で好きで集まっている。そうですね、サークルの中でもつくばチャレンジについては集まっています。今つくばチャレンジに参加しているチームは大体どのぐらいの人数なんですか？大体3人ぐらいですね。3人で作ってるんですね。なるほど。今年はどのぐらいまでいけそうですか？そうですね、正直に申し上げますと、チームが自動運転できるようになったので、まあ、目標は公園だけですね。ただ、まあ、実機本番のところがあるので、ちょっと心配です。そうですね、研究室でもなく、サークルとなると、やはり活動の時間なども限られてくるんでしょうか？まあ、そうですね、それもあるんですけれども、他のところとしてはあまりお金を積めないので、限られた選手なので、自動運転に進みますから、ね、ないというのが予算どのぐらいだったんですか？数万ぐらい。数万でできるんですか？これはこれで、すごく、結果が知りたいところです。30秒前。ぜひさらなる飛躍も期待しております。15秒前。はい、15秒前です。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、スタート。はい、スタートです。チーム名はつくばロボットサークル、ロボット名 TRC21 です。さて、スタート時刻となりましたが、スタートテープ切れるでしょうか？あと30秒でスタートテープを切らなければ失格となってしまいます。今蓋を閉めましたが、足動き出しました。大丈夫かな？止まっちゃった。無事スタートテープは切れましたが、ここであと1分で 20m 先まで進まなくてはいけません。1分経過。ぜひ頑張っていただきたいと思います。いってらっしゃい。続いて出走43番です。機械制御工学研究室の皆さんです。ロボット名はことぶき1、千葉工業大学の皆さんですね。今年も開発は4名でされてるんですか？2台出ていて、で、まあ、2名2名に分かれてやってるんで、まあ、1台2名ですね。なるほど。皆さんそんなにどこのチームも少人数なものなんですかね？まあ、うちはちょっと今年9年目で、まあ、片方のマシンは30秒前出来上がってるんで、まあ、こちら新しいことをやるために切れてる。ちなみにその新しいことの内容って伺っても大丈夫ですか？いや、新しいってそのロスっていうのがあって、それを使ってちょっと15秒前っていうようなところですね。防衛大も今年はロスを使っているという話が先ほどありました。ロスは今年すごく人気なんですね。6、5、4、3、2、1、スタート。
にスタートタイムとなりました。機械制御工学研究室、ロボット名はことぶき1です。無事スタートして、おしという声が聞こえました。ぜひ、いい記録を出していただきたいと思います。いってらっしゃい。それだけでおしじゃ、最初の思い出さ。続いて出走44番です。和歌山大学リバストチームの皆さんです。ロボット名はマーキュリーレーザーモデル。またこちらも株式会社リバストさんの提供でやっているチームとのことですね。和歌山大学は今年初参加、ありがとうございます。初参加ではあるが、コースの完走を目指すと私の資料にはあるんですが、いかがでしょうか。コースはそう思います。良かったです。ぜひ期待したいと思います。この車体も青くてかっこいいですね。これもやはり自己自分で用意されているものなんですか。リバストちなみに、このロボットの特徴などあれば教えていただけますか。先ほどのジェットさんの予想ベースに組んでいまして、でさらにジェットさんというディープラーニングのキーピング力のマシンも搭載しています。で人物探索ではそのジェットさんの作動に少し。なるほど、レーザーモデルですが、ジェットソンで画像を使って人物探索を行うとのことですね。30秒前。ちなみに本日、こちら何人でいらしてるんですか。5人。5人でいらしてるんですね。15秒前。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、スタート。はい、スタートです。和歌山大学リバストチームのロボット、マーキュリーレーザーモデルが今スタートしました。そうですね、先ほどの赤いものもリバストチームのものはおそらくリバストからの提供なのではないかと思います。さあ続いて出走45番です。尾崎研究室の皆さんです。ロボット名はモーブ。宇都宮大学の尾崎研究室ですね。先ほどのさらに続き2回目の参加です。2台目の参加です。モブは相変わらずかっこいい、もうかなり車に近いフォルムです。提供をいただいたのか、もしくはそれを使っているかなのか、からなのか、NVIDIA や大変や池上通信、通信機株式会社様、ISP などのロゴがたくさん貼られています。さあ、今年の、尾崎研究室は結構ピンチだっていうふうにさっき尾崎さんから教えていただいたんですけれど、モーブはいかがでしょうか。そうですね、尾崎先生が言ってたのかなというか、どこまで行けそうですか。感想を目指して、ぜひ感想いただきたいと思います。まあ、モーブは一応2016年、昨年も完走しているロボットですからね。いろいろ変更があったと伺ったのですが、ちなみに岡村さんは昨年も参加されていたんですか。30秒前。今年初めてです。でやはり代替わりしたというのは本当に大々的なものだったんですね。モーブはやはりニコ生のコメントでもスタイリッシュ、スケルトン仕様なのがいいねと瞬間にすごく評判があります。8、7、6、5、4、3、2、1、スタート。こ
スタートです。お、スタートしますという声が聞こえました。そうですね、モーフはきっとそのこれから走る間もちょこちょこお話すると思うので、ぜひ耳を傾けながら見守ってあげてください。いってらっしゃい。続いて出走46番です。WMMC 筑波チャレンジプロジェクトの皆さんです。ロボット名はカピバラ AT。 私も MC を、筑波チャレンジの MC を始めてからはそんなに経ってないんですけれど、以前スタッフで参加していたことがあって、そこからずっと慶応のゆいちゃんは変わらずそこにいるんですよね。もう長いですね、彼女も。この機体ができた頃からずっとこの巡りにありまして、まあ、改良かみたいな話もあったんですけど、やっぱり愛着が湧いちゃったので、このまま行こうと。なるほど、もうきっと慶応もゆいちゃんも料理に尽きると思います。あの縫いぐるみ、多分日本で一番喜ばれるゆいちゃんです。活躍してます。こちらの WMMC 筑波チャレンジプロジェクトは早稲田大学のマイクロマウスクラブの皆さんですね。総合的なロボット制作技術を学ぶため有志メンバーで集まって筑チャレチームを組んでいらっしゃるそうです。筑チャレのチームというのは何人ぐらいになるんですか？今期のメンバーですと9人。結構そうですね、他の大学さんに比べると人数的には多いチームですね。ちなみにやはりどこのプログラムを組んでっていうような割り振りをするものですか？30秒前。あ、そうですね、やっぱり得意分野を生かすので、まあ、機械です。ロボット開発にあたってはメンバー全員が学生なので、できるだけ費用を安く抑えることを意識していらっしゃるとのことです。ちなみにご予算はおいくらぐらいだったんでしょうか？9、8、7、6、5、4、3、2、1、0、スタートしてください。ありがとうございます。あ、ちゃんとスタート、時刻とともにスタートいたしました。そうですね、この首振りは特徴的なように思います。 WMMC 筑波チャレンジプロジェクトのロボットカピバラ AT、 今スタートいたしました。いってらっしゃい。続いて出走47番です。こちらはですね、いわゆるシニアカーですね。サーキチーム名サーキット A、 ロボット名キット C3、 九州工大の皆さんです。先ほど、まあ、九州工大4台出場台数があるとのことですが、こちらも大きく車体が他とは異なるように思いますが、特徴としてはどんな違いがあるんでしょうか？自分たちがロボットの開発を始めて、C3 というのは3号機というのがあるんですけど、他に出しているのが4号機、5号機、それからまたちょっと7号機というのをやめて、結構高めなんですけど、それはその初期の方の機体で、機体作りじゃなくて、ソフトウェアに集中しようということで、シニアカーを開発したものです。ソフトウェアにやはり重点を置いている分、他とよりもやっぱり安定性があったりするものなんでしょうか？ハードウェアの安定性は抜群で、昨年筑波チャレンジに出た時は完走もした。今年は完走できそうですか？ちょっと設定が難しくて、今年は難しいんですけど。それは何か天候だったりに左右されたものなんでしょうか？30秒前。技術の継承がちょっとうまくいってなくて、決定がうまくいってないところがスタート。ありがとうございます。そろそろスタート時刻が近づいてきたようです。やはり大学というのは、どうしても代替わりが発生してしまいますからね。15秒前です。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、
ゼロ、スタートしてください。はい、スタートです。じりじりと動き出しました。チーム名サーキット A、 ロボット名はキット C3 です。いってらっしゃい。誰も座ってないシニアカーが動いていく映像ってすごいシュールですね。続いて出走48番です。大阪市立大学知識情報処理工学機械力学研究室合同チーム、ロボット名は GDRA01 です。 GDRA01 ですね。失礼いたしました。さてこちらもかなり、成績の優秀なチームです。昨年度は2037メートルの走行を走破し、マイルストーン3を獲得しています。違うチーム、あ、なるほど、もう一個のチーム、なるほど。2代目、こちらはじゃあ新しい機体なんですか。初参加なんですね。医学研究室の方のチーム、じゃあもう一個前のチームが知識情報処理工学のチーム。この2つはやはり専門としている知識が違うからロボットにも違いが出てくるものなんですか。そうですね、こっちの方はもともと人案内するロボットを保護していって、でこっちの方向に行くのが一番強い。筑波バージョンということで普段とどういったところが変わってくるんでしょう。人が押すのではなくてやっぱり単位で見せたことが30秒前です。今後人を先導していくようなガイドが見込めるんでしょうか。はい、そうですね。今使っているシステムを導入して15秒前。大学ってどんどん面白くなっていくんですね。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、スタートしてください。はい、スタートです。大阪市立大学知識情報処理工学機械力学研究室合同チームの皆さんのロボット GDRA01 が今スタートしました。いってらっしゃい。続いて出走49番です。こちらもまた特徴的なフォルムのロボットが登場しました。小山高専、湯気商船高専の皆さんです。ロボット名は暦。暦はどなたかのお名前なんですか。というわけではない、ね、カレンダーの暦。カレンダーの方の暦、どんな意図で作られたんでしょう。全部一から手作りで作ったというところで時間をかけて成長させていこうというような意味合いでつけました。なるほど、ちょっと愛があっていいですね。ちなみにこのフォルムは何が元になっているんでしょうか。近未来的なこう人が乗れるような車というのをイメージして、あとはその金属のフレームに合わせてこうできるだけこうちょっと軽量化できるように。なるほど、これも既製品じゃなくて自作なんですね。すべて中のフレームからこう防災を引き出して自分たちで作るというような形で。そうなんですね。ちょっともしかしたらムービーでは捉えづらいかもしれないんですけれど、すごくこのフレーム、この何でしょう、外装に隠れたフレームすごくしっかりしてそうなんですよ。ちょっと中身もぜひ見てみたいですね。後で機会があればぜひオール規定などで見せていただけたら嬉しいです。最終的にはくぼみの部分に人が乗ってっていうのを想定されてるんですか。そうですね、これで、まあ、目標としてはこれに乗ってこの学校から近くの操作の買い物に行けたらななんて話をしながら開発を進めています。いいですね、もう自動運転でスーパー行きたいですね。米とか重いですね。30秒前。30秒前です。やっぱりちょっとお高いんでしょっていうのがコメントに多いんですけど、いくらぐらいだったんですか。センサーが結構高くて10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、スタートです。
3、2、1、0、そうしてください。ありがとうございます。ギリギリまで、はい、小山高専湯気商船高専の皆さんが今スタートしました。ロボット名は小読です。いってらっしゃい。さあやってまいりました。出走番号50番です。法政大学自立ロボット実験室 ARL のロボットオレンジ2017です。先ほど後輩さんのチームが出発をして、もう先輩たちはシュッとゴールしちゃいますからっていうのを伺ってるんですけれど、いかがですか？ちなみに記録走行のその結果というのは昨日の結果ですか？結構実験走行中は雨の日も多かったと伺ってるんですけれど、雨の時はどうだったんでしょうか？雨の時でも結構良いところです。本当に安定感のある機体なんですね。ちなみに後輩さん の, そのオレンジの機体とはどう違ってくるんでしょうか？ついてるセンサーがちょっと違って、上にあるセンサーがそれがエコーです。お高いって聞いてます。機能としてはそのベロダインっていうのは何がどういいんですか？360度3次元で見れるので、やっぱり2次元から3次元になるって情報量の多さ的に重要なんですね。なかなか調整には時間がかかりそうですね。30秒前です。はい、30秒前になりました。15秒10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、スタートしてください。はい、スタートタイムです。法政大学ロボット失礼いたしました法政大学自立ロボット実験室 ARL ロボット名オレンジ2017が今出走しました。いってらっしゃい。キロワットゴールするって言ってましたからね、それはちょっとぜひ期待して待ちたいと思います。それでは続きまして出走51番です。芝浦工業大学ロボットタスクシステム研究室の皆さんです。ロボット名はアンクル。筑波テルに2015から参加をされていらっしゃいます。1年目2年目と、なかなかこの公園から脱出できなかったようですが、今年はいかがでしょうか？今年も結構マッピング等を待っているので、ちょっと今のところできなかったですけど、まあ、タイムの際に少しずつ調整してきて、まあ、今回は公園から見せられればいいなと思っています。ありがとうございます。ロボットタスクシステム研究室っていうのは他のグループとはどう違うんでしょうか？研究室はまあ、いろいろなことやってまして、ロボットアームの研究やったり、ロボットシームの研究やったりとか、私大変な人が取ってきています。私はあまりロボットに詳しくないんですけれど、ロボットタスクっていうものがその、何でしょう？人間がやっていることもがロボットができるようにしていく研究がロボットタスク。ありがとうございます。あれですね、いつかいろんな職業を奪っていくタイプのやつですね。15秒10、9、8、7、6、5、
5、4、3、2、1、スタート。はい、スタートです。芝浦工業大学ロボットタスクシステム研究室の皆さんです。ロボット名はアンクル。今右を見て左を見てスタートをしたけれどちょっと蛇行している。アンクルがかなり小さなロボットだったので次のロボットがかなり大きく見えます。出走番号53番、あ、失礼いたしました、52番ですね。出走番号52番、 AMSL レーシング明治大学の皆さんです。ロボット名はインファント。こちら毎年作ってるに参加いただいているチームです。ロボット名はインファントで、インテリジェントファウンデーションフォアアドバンスナビゲーションテクノロジーの略となっています。難しい。ちなみに毎年チクチャレっていうのは11年目ってことですか？あ、そうですよね。あ、もう5年ぐらいは連続で。ありがとうございます。昨年からの何か変更点などありましたか？昨年は事前情報として電力号に来てたっていうんですけど、今年はそういう事前情報なしで調子としてはいかほどでしょうか？事前情報のあるなしっていうのはかなり大きな違いですからね。難しいシステム。調整にはかなり時間かけたんですか？そうですね、この割とシステム出来上がったのが最近ギリギリだったので、この結果は分かんないんですけど、このシステムが出来上がってから実験走行はどのぐらい参加されてるんですか？はい、2分経過しました。コースから退場してください。3回くらいで。なるほど、まあ、事前情報なしですからね。より、まあ、実験走行参加されてもよりシステムをブラッシュアップすることしかできない作りになっていますよね。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、スタート。はい、スタートです。AMSL レーシング明治大学の皆さんのチームが今出走しました。ロボット名はインファントです。いってらっしゃい。続いて出走53番です。群馬大学三つ葉チームの皆さんです。ロボット名は MG17。こちらも、三つ葉という会社さん、企業さんがと研究しての共同研究で、この三つ葉という会社さんはどんなことをされている企業さんなんですか？群馬県の桐生市にある会社で、自動車用の、モーター、小さいモーターなんかを作って販売している会社です。やはりこちら の, あのロボットにも三つ葉さんのモーターが入っているんでしょうか？そうですね、はい、こういったロボットを生かすようなサイズのモーターが一部入る。はい、ありがとうございます。今年はどのぐらいまでいけそうでしょうか？今年ちょっと今さっき聞いた情報だと設定した経路上にちょっと障害物があるらしくて、そこまでかなっていう感じなんですけれども、はい、去年まで使ったレーザーを外しまして、ビジョンだけで、行こうかなということをやってました。もうそれは大きな変化ですね。しかも、それはじゃあきっと実験走行の時とは何かデータを取った時と、道路が変わってしまっていたことが何かあったんでしょうか？そうですね、なんかうちに、まあ、いろんなお店の店舗とかで、そういった感じで。30秒前。これはちょっとつらいですね。せっかく取ったデータが今日と違ってしまっていたようで、何か障害物があるとのことです。15秒前。10、9、8、6、7、4、5、
3、2、1、0、スタート。はい、スタートです。群馬大学三つ葉チーム、ロボット名 MG17 が今出走しました。いってらっしゃい。続いて出走54番ですが、今、向かっているとのことです。出走時刻は13時42分30秒となっております。慌てず事故のないように急いでください。今急いで入り口スタート地点に向かっております。関西学院大、東海大、東洋大、三義大合同チームの皆さんです。こちらが先ほど最初の方に出発したのが実は2台目の新規開発で、この2番目に走るのが1台目の昨年も走っていたものということですね。何でしょうか。チーム名ともしかしたらあべこべになってるかもしれませんね。地点に到着しました。ロボット名走るんです2号です。30秒前。はい、30秒前です。例年1台ぐらいは慌てて操作ミスしちゃったっていうところもあるので、あまり慌てすぎずに急いでください。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0、スタートしてください。はい、スタート時刻となりました。関西学院大、東海大、東洋大、三義大合同チームの皆さん、ロボット名は走るんです2号です。スタート時刻から1分を過ぎる前にゴールをしない、切らないといけません。スタートテープを切るのはスタート時刻から1分の間です。関西学院大、東海大、東洋大、三義大合同チームの皆さんです。はい、1分経過しました。退場してください。次のチームに変わってください。1分が経過となってしまいました。後で走れる時間がありましたらぜひ実験してください。速やかに動かしてください。続いて出走55番です。こちらは13時45分が出走時刻となっております。チーム名サーキット B、 ロボット名はキット C5 です。九州工大が、走る4台のうちの1台ですね。30秒前です。昨年度はキット C3 が講師の完走を達成しております。キット C3 からナンバリングしてキット C4、5とさらにさらに新しい機体となっております。10、9、8、7、6、
5、4、3、2、1、0。スタートしてください。スタートです。エラーだという声が出ました。いや違う、ちょっと遠赤まで来てしまいました。なんとか動こうとしている。今自己位置が狂ってしまっているのはなんとかロボット自身が。陽性ストーチを押せるようについてください。プレートは1人ついてください。変わりましたので、こちらで記録終了となります。はい、速やかに退場してください。はい、ここでどうやらリタイアのようです。確かにスタート時刻を思うと調整の時間がなかったと思うので、ちょっと心苦しいところです。前のスタートがあるかな。続いて出走56番です。芝浦工業大学マイクロメカトロニクス研究室の皆さんです。ロボット名は MML05Y。 こちらも2015年よりシステムとハードを大きく変更し、筑波テレビ2015では大清水公園を抜けたところまで自力走行に成功。筑波テレビ2016ではハードをさらに一新し、30秒前です。もう一枚こちらの機体はどこまで行けそうでしょうか。一応どの方を目指してますが、もう一つの方が15秒前で終わっちゃったので、3つの方をちょっと流せればいいかなと。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、スタート。こちらも何かおしゃべりしてくれるロボットのようですね。今スタートしますという声が聞こえました。芝浦工業大学マイクロメカトロニクス研究室のロボット MML05Y が今スタートしました。いってらっしゃい。続いて出走57番です。チーム名プロジェクト CGS の皆さんです。ロボット名はカピバラ KW。 こちら聞くところによると、早稲田大学のマイクロマウスクラブの OB の皆さんなんですね。今はそれぞれ別の、まあ、もちろん社会人として活動をしていらっしゃる。まあ、別の社会人で、まあ、日本全国の皆さんに伝わっているんですけど、はい、例えばどのぐらいの離れ、どのぐらい離れてるんですか。まあ、例えば東京から、まあ、愛知を離れて九州とか。それはこの1台を作るっていうのも結構大変じゃないですか。集まってっていう時はやっぱりこの実験走行の時に。そうですね、なのでなかなか走らせる機会も少なくて、ね、こういう実験走行の機会に、まあ、いかに集中してるのか。後輩のカピバラもさっき出走していきましたけれど、後輩のカピバラは越せそうですか。あ、そうですね、まあ、先輩としてはちょっとやっぱり経験を楽しみたいです。今日の目標はどこまででしょうか。あ、今日は一応完走目標で、まあ、あとはある程度は観察を受けていただきます。ありがとうございます。ちなみに30秒前、後輩さんが作ってらっしゃるカピバラと何か違いはあるんでしょうか。違いはそうですね、センサーですとか、あとはソフトウェアというか、その時にですね、はい。15秒前。さて、15秒前と近づいてきたようなので、そろそろ質問をやめたいと思います。9、8、7、6、5、4、3、2、1。
3、2、1、スタート。はい、スタート時刻となりました。チーム名プロジェクト CGS、 ロボット名クビワラ系ワーブルです。今スタートしました。いってらっしゃい。さあ続いて出走58番です。チーム名チームイエスマン、ロボット名はつくばエクスプローションローバーです。2015-2016年のつくばチャレンジに参加いただいております。過去2年は結果を出すことができませんでしたが、今年は第2ステージ最終ロスということで、なんとか結果出そうと必死です。完走目指して頑張りますとのことです。ちなみにこれ本当の話かわかんないんですけれど、ユタ先生からつくばチャレンジによって人生が変わったものの一人だっていうふうに伺ってたんですけれど、何かあったんですか？その話初めて聞きましたね。はい。あ、そうです。はい。お仕事はどうして変えちゃったんですか？どうして、まあこんなとこでなんか真面目です。真面目な話なのか、なんかつくばチャレンジのこの開発に熱心でね、もう彼は仕事を、今の仕事のままだとつくばチャレンジの開発ができないから仕事変わっちゃったんだよっていう話を聞いてたんですけど。その通りです。ありがとうございます。ちなみに今のお仕事でもこういうロボットの開発をされてるんですか？今の仕事では自動で駐車する車のシステムを作ってる、まあ、似たような見たところもあったりね。今はお一人で全部開発されてるんですか？みんな結婚して愛してくれなくなった。じゃあすごいですね、こんなに小さいロボットで、うん、ちなみにどのぐらいまで走れそうでしょうか？30秒前。次のステージがあるって聞いたんで、今年はちょっと来年ですね。じゃあ覚えときますよ。はい。15秒前。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、スタート。チームイエスマン、今スタート時刻となりました。つくばエクスプローション、つくばエクスプロレーションローバーです。いってらっしゃい。ただいま本部から情報が入りました。課題 A を達成したチームが2チーム出たそうです。課題 A を達成したチームが新たに2チーム出たそうです。おめでとうございます。課題 A というのは完走ももちろんしてということですね。おめでとうございます。そろそろゴール地点の情報も、ゴール地点の風景もかなり気になるところです。さてここで、出走番号59番です。群馬大学リバストチームの皆さんです。ロボット名はマーキュリー、ウィズモ。ウィズモというのはレーザーとどう違うんでしょうか？あ、ご準備ができてからで大丈夫です。そうですね、こちらの車体もかなりかっこいいです。やはりリバストさんからご提供いただいている車体なんでしょうか？車体は全て一緒で、このマーキュリー、ビズモという、やはりビズモという部分が他の車体と変わってくるものなんでしょうか？把握していない。最低限のコンピューターで走るというのが目標なんですね。なるほど。では他の機体よりはいくらかシンプルな作りになっているということですね。30秒前。探索もせずにとにかくゴールを目指して走っていくということですね。15秒前。はい、15秒前です。10、9、8、7、6、5、4、
3、2、1、スタート。はい、スタートです。群馬大学リバストチームのロボットマーキュリー・ウィジモが今スタートしました。いってらっしゃい。さあ、だんだんと終わりに近づいてまいりました。出走番号60番です。こちら出走時刻は13時57分30秒となっております。明星大学飯島県山崎研究室の皆さんです。ロボット名はブライトスター2017。2007年の初回から参加されているチームですが、今年はどこまで行けそうでしょうか。できれば、そうですね、公演出たいですね。昨日までの実験走行は、結果はどのようだったんでしょうか。どういったところが難しいんですか。とか何か物が多いっていうのは難しいのかなと思いきや、何もないっていうのもロボットにとっては難関なんですね。15秒前。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。スタート。はい、スタートです。明星大学の飯島研究室と山崎研究室の合同チーム、ブライトスター2017が今スタートしました。いってらっしゃい。頑張って公園抜けてね。それでは出走61番です。山根ラボの皆さんです。帝京大学のチームですね。ロボット名はプログレスアイマーク3です。普段は学内の710メートルのコースで練習を行っているそうです。本走行ではやはり2キロと約倍のコースとなりますが、本日自信はいかがでしょうか。個人的には多分走られるんですが、この辺からの勝負がどうかなと思います。タイヤはどういったものを使っているんですか。子供のなんか自転車というかバイクの取り上げして使っています。例えば滑ってしまう箇所というのはやはり段差があるところだったりとか、そういうところになるんでしょうか。そうですね、公園内だとどんぐりを飛んで滑ってしまったりするので、ここが現れればちょっと難しいと思います。なるほど、紅葉の季節ですもんね。ちなみに第2ページでは走行実績なしというのを、失礼いたしました。昨年度は確認走行区間の走破は何度かできたか。本走行がこの直線で全部走るので、さらにその先を行きたいので、公園を抜けたい。30秒前。ぜひ公園抜けていただきたいと思います。大学は学内で普段は710メートル走っていらっしゃるとのことなので、そうですね、公園抜けていただきたいですね。15秒前。はい、15秒前です。10、9、8、7、6、5、4、
3、2、1、スタート。はい、スタートです。続いて出走62番です。大阪工業大学情報科学部チームの皆さんです。ロボット名はプロキオン2。ロボカップや NHK 高専ロボコンに参加しているチームとのことです。こちらもかなり小さなロボットです。車体になんかもうあれですよね、ホームセンターなんかに売ってる引き出しプラケースみたいな感じですね。その通り。今ゆっくりと準備を行っているのでしょうか。あ、準備完了ですか。ありがとうございます。ちなみにもうすごく小さな機体ですけれど、特徴などはあるんでしょうか。組み立てやすい機体なんですね。そうなんだ。ちなみに おいくらぐらいのご予算で。センサー、パソコンとか入り口にしたら10万円。じゃあパソコンと同じぐらいの値段で作れちゃうんですね。なるほど。ちなみに組み立てやすさを追求しているのは、例えばキットだったりとか、そういったような目標があったりするんでしょうか。あ、その通りです。まあ、何ですか。30秒前。ぜひ実用化を待ちたいと思います。さあ、そろそろ出走のお時間です。メダルにでも組み立てられる機体を目指したメロボットプロキオン2です。4、3、2、1、スタート。はい、スタートです。大阪工業大学情報科学部チームのロボットプロキオン2です。さあ、そろそろ残り少ないロボット台数となってまいりましたので、ぜひ、ちょっとついていってスタート地点からゴールまで見守ってあげてください。いってらっしゃい。出走番号63番は棄権されましたので、次が出走番号64番です。出走時刻は14時7分30秒となります。横浜国立大学藤本研究室の皆さんです。ロボット名はペガサス。いいですね、羽ばたきそうなロボットです。そうですね、車椅子を元に作っているようです。タイヤなどは結構変わった前輪ですね。なるほど、前輪はオモニホイールなんですね。いわゆるオモニホイールは前も後ろもなく動けるタイヤってことですよね。これはちょっと動きがどんな風に動くのか見てみたいところです。ぜひ準備ゆっくりやってくださいね。前輪のオムニホイールがやはり光るのは曲がり角だと思うので、そうですね、この公園を抜けた先の曲がり角をぜひ注目いただきたいと思います。すごく準備に手間取っていそうな様子を見受けられるのですが、大丈夫でしょうか。
何かトラブルがあるのでしょうか。今走行の準備を行っております。1分前です。はい、1分前です。何か車体下の回線をいじっていたようですが、何かトラブルがあったんでしょうか。無事に動き出せるといいのですが、ただいま走行準備を行っておりますのは横浜国立大学藤本研究室のロボットペガサスです。15秒前10 9 8 7 6 5 4 3 2 1スタート。はい、スタート時刻となりました。さあ走り出せるのか。皆さん固唾を飲んで見守っているように見えます。なかなか動き出さないようです。スタートボタンはどうやら押したようだったんですが、あ、動き出しました。よかった。さあ、スタート時刻から2分間の間に 20m を突破しないといけません。オムニホイールはぜひ直線ではなく曲がり角、曲がる姿が見たい。1分経過です。横浜国立大学藤本研究室のロボットペガサスです。いってらっしゃい。それでは本日最後の出走となりました。出走番号65番 AIT ブルースの皆さんです。ロボット名はワシ牛、失礼いたしました、牛。愛知工業大学の皆さんですね。なんで牛なんですか。チーム名が AIT はアイコンなんですが、ブルスっていうのは牛の、まあ、牛ですね。今僕らの方に関しては AIT は牛の普通したちなんで、まあ、僕らが走ることはできないので、まあ、こいつが走るので、まあ、代表みたいなのが牛。ちなみに私、愛知工業大は同期先生ですよね。女性の先生、はい、はい、2分経過です。決定お願いします。30秒です。30秒前です。こちらもロスを導入しての参加ということですね。はい、どこまで行けそうですか。15秒前、公演はぜひ突破してほしいですね。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1スタート。はい、スタート時刻となりました。 AIT ブルーズ愛知工業大学のチームです。ロボット名牛、本日最後の出走です。いってらっしゃい。ちょっと蛇行してるかな。さあ、以上でつくばチャレンジ2017すべての出走が終了いたしました。まだまだ出走を続けているチームたくさんあると思います。ぜひ他のカメラでも、ついていったりしながら
見ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。私の方は後ほどゴール地点に移動してゴールしたロボットを読み上げたいと思います。はい、どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。ご飯を食べる。ありがとうございます。お疲れ様でした。正面からスタートしてるの。ゴールした感じで、うわーってスタートなのに。
走行頑張ってください。ただし後方走行のロボットがいたら絶対に追いついたり邪魔しないように。
とか。